皆さんこんにちは日本の時間帯にお越しいただきありがとうございますここからは日本よりお送りいたします今回はこのようなワールドワイドの大規模なイベントに日本からも参加できまして本当に嬉しく思っております申し遅れましたが私ソリッドワークスジャパン技術部で認定プログラムを担当しております松本潤子と申しますどうぞよろしくお願いします 本日はクルーチーフとして東京から参加させていただいてます。今回、日本から参加するドライバープレゼンテーションをするのは、swcn ソリッドワークスクラブ長野ユーザー会リーダーの土橋義弘さんです。それではちょっと土橋さんの紹介をさせてください。 戸橋さんとの出会いはもう10年以上前になりますが戸橋さんが主催した長野でのユーザー会で「私が認定試験 CSWP について」というタイトルでプレゼンをしたのがきっかけだったと思いますその頃は認定試験の知名度もあまり高くなかったのですが戸橋さんが「CSWP を絶対取るぞ」と宣言していただいてその後すぐに「 断言した通り CSWP 取得されましたでさらにユーザー会の中でも CSWP 取得者を増やす取り組みをしていきたいということでご協力いただいたのがご縁で CSWP つながりでもう10年以上お世話になっております戸橋さんは実際に合格に導くための参考書を書いて出版したりですとか ユーザー会の中でソリッドワークスのスキル向上を目指した勉強会を開催して最終的に認定試験にチャレンジするというやり方で認定取得者を増やすために大変ご尽力いただいておりますまた土橋さんはユーザー会で積極的に活躍されているだけではなくパワーユーザーとしてソリッドワークスベータコンテストに参加して何度も アワード受賞された経験をお持ちですし3次元推進室にいらっしゃる観点からメディアの方にも連載を書かれたりさらには長野の工学系の短期大学でソリッドワークスを教えたりと本当に多岐にわたって活躍されています。 本日はそんないろいろな顔を持つ土橋さんがプレゼンテーション、ドライバーとして走っていただけますので、皆さん楽しみにしてください。それでは長野の土橋さん、準備はよろしいでしょうかそれでは土橋さん、よろしくお願いします。ソリッドワークスジャパンの松本純子さん、紹介どうもありがとうございました。 ここからはソリッドワークスユーザーグループオブナガノのド橋がプレゼンテーションを始めます。よろしくお願いします。今日はソリッドワークスユーザーグループオブナガノの紹介と私が感じる日本のトレンドについてお話をします。よろしくお願いします。 アジェンダですまずはじめにソリッドワークスユーザーグループオブ長野の紹介。次に私たちの行動。次に日本のトレンド。最後にこれから未来についてお話し,します。よろしくお願いします。まずはじめに私たち SWCN ソリッドワークスユーザーグループオブ長野ですが、 私たちは2007年1月に発足しています。非営利で誰もが気軽に議論できる空間と場の提供。そんな社外クラブもあってもいいんじゃないかというところからクラブが始まっています。大人が本気で楽しむ放課後クラブ。個人が個人の責任において自らが行動する性善説に基づいた活動。 これが私たちのクラブの始まりです。今お話ししましたように、2007年の1月、ソリッドワークスユーザーを主体に私たちのクラブは発足しました。2011年ですが、ソリッドワークスユーザーグループネットワークへの参加をクラブの中で決めました。 ソリッドワークスコミュニティの一員として日本から情報発信していきたい。これが私たちがソリッドワークスユーザーグループネットワークに参加を決めた理由です。2012年に SWGN への参加を申請して、えー、承認させて、えー、承認していただくことができました。ちょうどこの頃ですね、えー、異業種交流という 一面を持っていた私たちのクラブですので、ソリッドワークスユーザー以外のメンバーも多く参加していました。そこでですね、SWCN というふうに名称を変更していますが、ソリッドワークスユーザーの活動については、ソリッドワークスユーザーグループオブ長野ソリッドワークスユーザーグループクラブオブ長野として、現在もなお続けています。 ちょうどこちらにある画像ですが、ソリッドワックスワールド2012での画像になります。とても懐かしいですね。こちらにあるのが、そのソリッドワックスワールド2012でのサミットでの資料になりますが、このサミットでは6インターナショナルということで、新たな6カ国のメンバーが紹介されています。 その中で私たち日本の長野もですね、えー、皆さんに紹介していただいたということになり、とても懐かしい瞬間を私も現地でですね、体験することができました。なぜ私たちがこのクラブを発足するに至ったか、その背景ですが、スリットワークスをこれから導入したいが、他の CAD との違いを知りたい。 ソリッドワークスを導入したが推進がうまく進んでいないソリッドワークスをどう使いこなせばいいかよくわからない地理的な環境もあって東京のセミナーになかなか行けない情報を得ることができない 3DCAD を使っている人と交流したい 3D 化したデータをみんなで共有していきたい API を使うことで、もっとソリッドワークスを使いこなしていきたい。そんな議論をしたいというところが、この背景にあったと思います。私たちのコンセプト、とても大事にしていることです。5 give and one take.Smile and enjoy.5 give and one take については、 元ローランド DG 社、現在、関ものづくり研究所所長の関晋一さんから教えていただいた言葉です。100のできない理由を考える前に、一つでもできる可能性を考えよう。だから5、ファイブギブし合う環境が重要じゃないか。もう一つは、100匹目の猿の1匹目になるために。こちらは、船井総研、船井幸雄、雪を 氏が100匹目の猿現象の中でお話しされた内容かと思います。どんなことかといえば、上も下もなく人類皆兄弟。人をけなす前に自分から変わってやってみせる。与えるものは与えられる。そして共存共栄、手に手を取ってみんなで笑い楽しもう。 こちらは、どちらも共通していることは、私たちはただ情報を得るだけではなくて、情報を伝えていく。そんな中で、5つ情報を伝えていく中で、1つでも自分たちが情報を得ることができれば、とにかく先駆者で動いていきたい。そんな思いが、このコンセプトの中にあったわけです。 こちらはそれをまとめた資料になりますが、人生を楽しむ、仲間を楽しむ、技術を楽しむ、楽しい議論、楽しい能力向上、楽しい見える化、個人のウィン、お客様のウィン、仲間、企業のウィン、個人として、企業人として、企業として、 こういったものが重なりあった中に 5give and onetake, smile and enjoy があって私たちのクラブはその情報共有と活動の場であるということが言えます。これは私たちの決まりです。私たち SWCN メンバーは SNS やホームページなどを用活用し 情報の共有化を図り、エンジニアとしての技術向上はもちろんのこと、社会生活や会社生活、設計や人生を楽しむマインドを養い、コンセプトに基づいて日々努力を重ねえ、積み重ね、楽しさと笑いを共有するために活動する。野外放課後クラブ活動である。これが一番初めの決まりです。次に、 まあ私たち SWCN メンバーは、非営利の野外異業種交流活動をしています。ですので、えー、会費徴収とかをですね、えー、することではなくてですね、発生する費用は実費生産方式をとっていこう。非営利で進もう。これが私たちの決まりであります。 3番目、私たち SWCN メンバーは活動で得た情報、知識等メンバーが所属する企業、職場での活用を許可する。ただし、公開してはならない情報は前もって宣言し、コンプライアンスを守った行動を取れる。ということを決まりにしています。私たちは大人のクラブ活動ですから、やはりこのコンプライアンスと厳守。 というのは非常に大切な決まりだと考えております。次に私たち SWCN メンバーは活動を通じて社会的リーダーシップ及び社内コンサル、コーディネーターに相当するスキルを身につけることが望ましいと考えています。私たちのクラブは人づくりの場として活用していく。これが私たちの決まりです。 次、私たち SWCN メンバーは、加入を望むものであれば、誰でも参画できる、としていますが、社内外のリーダー的存在となり得る人材として、先に加入したメンバーが認めたものとしています、えー。各社数名の参加も許可しています。ただし、コンセプトに反する行為を行ったものは大会していただくことにしています。 ベンダーやリセラーの皆さんの参画も許可し、これは情報を多く活用することを目的としているからです。私たち SWCN メンバーは若干名の活動主役リーダーを置く場合もありますが、基本的にはフラットな組織として考えています。 代表者や役員など上下関係を持った組織は発生しないことが私たちの決まりです。全員がリーダーといえば分かっていただけるでしょうか。私たち SWCN メンバーはオフラインでのミーティングを少なくとも年4回は行うこととするとして始まっています。まあ、今のような世界状況下では これもまた難しいのですが、これには代わってオンラインでのミーティングを行っているということになります。こちらが私たちのロケーションになりますが、 海外の皆さんも長野といえばですね、1998年、第18回オリンピック冬季競技大会が行われたところといえば、もしかしたら分かっていただけるのかなと思いますが、日本の中央部に位置したとても自然豊かなところです。東京・名古屋から200キロメートル圏内といった環境にあります。 こちらが私たちのメンバーです。掲載している個人の画像はですね、事前に掲載許可をいただいたメンバーのみ掲載しておりますが、まあ、様々な媒体、Facebook、ミートアップ、あとです、ね。 イリトワークスジャパンのですね、ユーザーグループのオープングループとしてですね、このような人数構成の中で今活動しております。近年はですね、ここ最近はですね、このイリトワークスユーザーグループネットワークが推奨するミートアップとしてですね、オンラインでの活動が主体になっています。 こちらは私たちの、まあ、これまでの行動になるわけですけれども、えーまあ、定期的にメンバー企業や公共施設を利用して、えー、テクニカルミーティングを開催しています。えー、ここ1、2年はですね、こういったあ 顔を合わせてのですね、えー、ミーティング、テクニカルミーティングが非常に難しくなっております。まあ、オンライン開催という形になっておりますが、このテクニカルミーティングでは、えー、ソリッドワークスジャパン、えー、スポンサー企業様、えー、これは、えー、ソリッドワークスの、えー、パートナー企業さんですね。こういったところやですね、えー、まあ、 からの技術講演をいただいたり、えー、あとですね、えー、認定試験に向けたですね、えー、勉強会といったものを私たちは行っております。こちらがあ、ここ最近のオンラインで開催された勉強の内容、勉強会、テクニカルミーティングの内容になりますけれども、3月、 ちょうど今年開催されましたオンラインでの 3D Experience World 2021のレポートを行ったりですね、ちょうど最新のソリッドアクスのバージョンであるソリッドアクス2021の新機能紹介、あとハードベンダーさんからですね、ワークステーションの適切な選定等のお話、ちょうどここ最近ではですね、 現在開催されているソリッドワークス2022ベータコンテストの紹介をソリッドワークスジャパンさんから。あとはですね、ソリッドワークスシミュレーション、構造解析、振動編、構造最適化編といった内容の勉強会も行っております。9月にはですね、熱流体解析に関しての勉強会を開催予定です。 まあこういったようにですね、えーまあ、ソリッドワークス2021を学ぼう。ソリッドワークスに適したワークステーションとは、構造最適化の勉強。こんなようなことをですね、えー、これまで行ってきております。これは、えー、2014年の私たちの行動になりますが、えー、2 0 1 4 s w n ベトナムツアーということでサイゴンに行ってまいりました。 これはですね、私たちの SWCN のメンバーの一人がですね、ベトナムの方に赴任していたという関係もあって、ぜひベトナムに行きたいということとですね、ちょうどベトナムのですねソリッドワークスユーザーから声がかかってですね、交流会をしたいんだという話がありました。 実は、ベトナムではですね、s w g n の参加をしたいという希望があり、この支援を行うという形でも、このグループミーティングを現地で行うことを行いました。その場ではですね、ちょうどこちらの画像にあるように、パスタブリッジといったですね、パスタを使った 協力を作ってですね、日本とベトナムでその検証を行う、そんなようなことも行っております。こちらはですね、まあ、これからのトレンド、日本のトレンドということのお話になりますけれども、ソリッドワークスの方でも提唱しているアーリーエンゲージメント という形の中で、えー、これはグループとしてというよりは、私個人の活動にはなるんですけれども、現在、長野県南進工科短期大学校の方でですね、3D 設計教育を非常勤講師として務めさせていただいております。 えー、長野県南進婚科短期大学校はですね、2016年に開校した長野県立の工業系の短期大学校で、えー、長野県2番目の短期大学校という形になります。 長野県の産業を支えていくものづくりのスペシャリストを育成しこれからの設計手法開発設計手法である 3D 設計教育 3DCAD 設計教育を強力に行っていくという希望を持たれております。 こちらは、現在私の方が講義を行っている機械システム工学科の目的になりますが、3D CAD 設計教育を通じてですね、設計の考え方、チーム設計のあり方、3D 教育、3D CAD についてを、現役のユーザー、私がですね、これから未来のユーザーである、未来のエンジニアである学生の皆さんに指導していく。 これが目的になっています。これこそですね、脱走システムソリッドワークス社が提唱するアーリーエンゲージメントではないのかなと考えます。その成果測定として CSWA を利用してですね、どれだけ皆さんがスキル音が身についたかを評価させていただいています。 こちらは、その、講義を行っている IT 研修室になりますが、最新の設備を持ったものです。で、こちらがですね、ちょうど教材にしている内容になりますけれども、基本的なソリッドワークスのオペレーションを 覚えていただきながら、まあ、先ほど言った、えー、設計のあり方、チーム設計のあり方といったようなものをですね、えー、織り交ぜながら、あこの最終的にこういったモデルがですね、1年生のうちにできるような形で、えー、授業の方を進めております。こちらがですね、えー、現在のですね、えー、認定、えー、長野県、えー、南進高科短期大学校の認定、えーし 試験のですね、結果になりますけれども、2018年からこの CSWA を取り入れておりますが、延べ51名、すべてですね、機械システムの学生さんはですね、100%CSWA を取得しています。 2020年に至ってはですね、11名の学生の皆さんがですね、その上のですね、CSWP を取りたいということで、授業が終わった後にですね、実習やですね、講義をさせて、一部講義をさせていただいて、11名が合格しているという素晴らしい結果を収めています。2年生になるとですね、 今度はですね、シミュレーション、解析の関係を勉強していくわけなんですけれども、長野県南進交換。 南進効果短期大学校ではですね、えー、最終的にはこのパスタブリッジ。先ほどあのベトナムのユーザーの中でもお話をしたんですけれども、えー、パスタを材料とした橋梁模型の設計、制作、評価試験まで行うといったことを、えー、ま座学を通してソリッワークシミュレーションのオペレーション方法をですね、勉強した上でですね、えー、最終的に行っています。 で、こちらはですね、えー、卒業研究の内容になりますけれども、トポロジー最適化、ソリッドワークスにも、えー、シミュレーションにもあるですね、トポロジーを使ったり、えー、形状最適化、構造最適化って言われる手法を使ってですね、えー、研究活動もされています。えー、大学の中では非常に進んだ、え活動ではないかなというふうに考えております。 その中で、今紹介しましたパスタブリッジの取り組みについて、南進工科短期大学校の方で制作された動画がありますので、皆さんに見ていただきたいと思います。

Obrigado. Ah. Ah, thank <laughs> you いかがだったでしょうか、えー、パスタを使った、えー、シミュレーション、えー、それから評価ですね、えー。こういった取り組みというのは非常にいい面白いと思います。えー、もしいい興味がある方がいらっしゃったらですね、ぜひ取り入れてみ、えー、たらいかがでしょうかあもし、えー、詳細をということであれば、また私の方からですね、えー、その辺の情報提供をさせていただきたいと思います。 はい、では、えー、これからの私たちの取り組みというところで、えー、ご紹介をさせていただければと思います、えー。これはですね、2019年になりますが、私の方でですね、えー、モンゴル国に行って、 で、えー、講演を行ってきたものになります。えー、場所はですね、えー、モンゴリアンユニバーシティオブサイエンスアンドテクノロジー,、えー、モンゴル国立科学技術大学といったところです。えー、こちらではですね、えー 3D CAD の教育、こういったものを非常にこう、絶望されています。やはり、モンゴル国がですね、これから豊かな国になっていく上ではですね、こういった最新のですね、設計手法、 こういったものもですね、えー、勉強されていくことが必要ではないのかなと思います。現状、モンゴル国ではですね、非常に優秀なエンジニア、えー、もしくは学生がとても多くいます、えー。そのほとんどがですね、 欧米、海外にですね、出ていくというところですので、これからモンゴル国がですね、製造というものを手に入れることによってよりいい発展していくことになるんではないかなというふうに私は考えています。そういった一端をですね、私も手伝うことができればいいかなと考えるところで、ぜひですね、モンゴル国にですね、 えー、ソリッドワークスコミュニティの一つであるエデュケーションのコミュニティが作れれば、そんな手伝いを私はしたいというところで、えー、2019年に行ってまいりました。 えとでここからはですね、ちょうどですね、ソリッドワークスのサーティフィケーションプログラムのシニアマネージャーのマイク・プケット氏にですね、モンゴルの学生、モンゴルのそういった教育家に向けて話してもらったビデオがありますので、皆さんに見ていただきたいと思います。 Hello and greetings from Las Vegas, Nevada, all the way over in the United States of America. I'm Mike Puckett. And I'm the Senior Manager for the Global Technical Certification Program for SOLIDWORKS. I want to take a few seconds just to welcome you to uh, as you begin your journey to learning SOLIDWORKS and to for becoming part of the SOLIDWORKS community that is a rather large community all around the world. As you learn, as you start to learn SOLIDWORKS, I can guarantee you you're in very good hands with my good friend Dubashi Sun, who is one of the foremost experts in SOLIDWORKS and simulation uh, in the community itself. I remember back to 1999 when I was learning SOLIDWORKS and we didn't have any YouTube or any online forums, stuff like that yet. And I wish I would have had the expertise that Dubashi-san, I'm sure, is going to share with you as you begin this journey. So, once again, welcome to the SOLIDWORKS community. And I look forward to hopefully meeting all of you someday. Take care. And I look like like forward to seeing what you guys do with SOLIDWORKS in the future. ぜひですね、ソリッドワーク社の力もお借りしながらですね、これからのエンジニア、未来のエンジニアが多くいるモンゴル国の支援をしていければ、これもまた先にですね、ソリッドワークスユーザーグループネットワークに参加しているメンバーの使命ではないかなと考えています。 では、まとめの方に入っていきたいと思いますが、私たち SWCN SolidWorks ーザーグループオブ長野のですね、目標ですが、やはり今お話ししましたように、ベトナムの支援を含めですね、SWUGN アジア地域のリーダーとして、メンバーと共に活動していきたいと考えています。また、SolidWorks コミュニティの一員としてですね、 SolidWorks について学び、コラボレーションし、他の人に教えていきたい。これが私たちの目標になるわけです。SWGN のコンセプトにあるように、Learn, Collaborate with and Teach Other About SolidWorks。これが私たちの目標です。 遅れましたが、私の自己紹介、松本純子さんの方にはしていただきましたが、私の方は、こういった経歴になります。 ソリッドワークスー製品の関係で言うとですね、えー、トーンアナリストをこういったものを使い、また、あ交差解析ソフトとかですね、えー、も使っております。えー、ソリッドワークスシミュレーションプレミアムやフローシミュレーションの、えー、導入や自身がですね、この運用を行っています、えー。最近ではですね、ハイエンド CA の導入でアバーカスのシムリアも使いながら、えーまあ、新たな解析手法であるトポロジー、 といったものに着手しているというような状況です。 そして認定資格の方はですね、私は今 CSWE というところまで到達することができました。非常にここ最近ですね、認定資格の種類も増えております。先ほどコンセプトにあったような私自身も多く学んでですね、こういった資格にチャレンジしていきたいというふうに考えています。実はこの認定資格というのは私自身が非常にこ,うこだわりが ある部分だったりとか、であります。 はい。で、今、私もですね、このような著書ですね、それとは CSWP に関する著書はですね、機構としては日本の IT メディア社、アメリカ、USA でもですね、こう、製品が流通しています。ミスミの関係でブログを書かさせていただいております。もし、興味のある方はぜひ見ていただければと考えます。 で、先ほど、あの、とても認定資格に関してですね、えー、こだわりがあるという話をさせていただいたんですけれども、実は私自身ですね、こちらにいらっしゃる3名の方々の出会いがあって、えー、このソリッドワークスの認定資格というものをより世の中に広めたい、そんなような思いがありました。えー、一番最初はですね、えー、現在は、えー、代理店、うん 販売代理店に勤めております。当時はですね、ソリッドワークスジャパンの長谷山さん。えー、そして、えー、私の方をですね、紹介していただいた、えー、松本淳子さんとの出会いがあり、えーま、とても大切な友人であり、えー、尊敬する一人である、えー、ソリッドワークス社の、えー、マイク・プケット、えー。こういった方々の出会いがあった中で、私は今、 そういったアクセニ認定試験の普及ですね。これをとにかくしていくことも、私の使命なのかなというふうに考えています。はい。えー、まあ こうして、ソリッドワークスユーザーグループオブ長野としてはですね、SWUGN に参加し、かつですね、このような SLUGME の参加の機会を得ることができました。こういったことに関わっている皆さんに対して、感謝がしきれないぐらい感謝しています。とても嬉しいことです。ありがとうございます。 えーまあ、そんな形で、えー、私のプレゼンテーションもですね、えー、終わりに向かっておりますが、えー、最初にですね、えー、クルーチーフとして、えー、ソリッドワークスジャパンの松本淳子さんに紹介いただき、私ドライバーとして、えー、この講演を務めさせていただきました。えーまあ、この講演に関してはですね、ソリッドワークスユーザーグループ長野 SWCN の皆さんや、長野県南進高科短期大学校の皆さん、ソリッドワークスジャパンの皆さんの協力があったからこそできたものと思います。ありがとうございます。はい。で、この講演を見てですね、このプレゼンテーションを見て、えー、皆さんの 次はですね、ぜひ、えー、そういったソリッドワークスユーザーグループネットワーク、自分が、皆さんが住んでいる場所にどんなユーザーグループがあるのか、こちらから探してみてください。そして次にそのミーティングスに参加してください。そして新たなリーダーとしてですね、リーダーになっていっていただければと思います。はい。 最後になりますが、すべてのソリッドワークスユーザーグループオブ長野のメンバーに脅威を称するとともにですね、ソリッドワークスユーザーグループネットワーク、すべてのソリッドワークスコミュニティ、そしてこれまで知り合ったソリッドワークスの ソリトワークスワールドとかで知り合ったですね、友人に私は感謝したいと思います。えー、皆さん、あの、これからもですね、えー、ソリッドワークスのために、ソリッドワークスユーザーグループオブ長ガでは、えー、活動していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。これで私のプレゼンテーションを終わり、終わりにします。 ドバシドライバーお疲れ様でした。素晴らしい走りでした。ありがとうございました。SWCN ユーザー会のお話を聞いて、ぜひユーザー会に参加したいなと思われた方もいたのではないでしょうか。そのような方はぜひお問い合わせください。また、ドバシ先生の授業もとても楽しそうでした。実は私も こちらの学校で初めて認定試験が開催される日にお邪魔したんですが皆さん生徒さん真剣に取り組んでいて感動したのを今でも覚えていますまたこの生徒さんたちが卒業して社会人になった時にもしかしたら同僚として一緒に働くことがあるのかもしれないなと思うとなんだかワクワクしながら話を聞いておりました戸橋さん本当にありがとうございました まだまだ各国からのレースは続きますので、皆さんどうぞお楽しみください。それでは本社アメリカのアナウンスチームの方に戻したいと思います。ダンさん、カムさん、トットさん、エリックさん、引き続きよろしくお願いします。